スタート展示、ここは6号艇西山、動きを見せましたが、うちの各選手は抵抗しまして、定番通りのオールスローの体型でした。本番でもじわっと動きを見せる6号艇の西山です。ボートレース三国競争水面上、続いてのカード、第3レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇吉田雄平、2号艇西橋奈美、3号艇菅文也、4号艇権藤利光、5号艇石渡哲平、6号艇西山隆弘、以上のメンバーです。すでに前艇ホーム側インに構えているのは1号艇の吉田雄平です。2コースには2号艇の西橋奈美、前大会では予選突破を決めています。3号艇の菅文也、3コース、4号艇の権藤利光引っ張りました。4コースの角、5コース5号艇石渡哲平、6コース6号艇西山隆弘と、本番では3対3、定番通りの並びで2つに分かれています。このレース1号艇の吉田雄平が人気の中心、人気の相手は3号艇菅文也が票を集めており、 1,3,4 の組み合わせ 14.1 倍が一番人気の組み合わせです。進入はインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。3号艇の菅文也トップスタートを切っています。5号艇の石渡もいいスタートです。好スタートから出ていく3号艇菅がまくりに行った。内から4号艇の権藤に2号艇西橋、外は5号艇石渡、最内6号艇西山もまくり切った。3号艇菅文也先頭、4号艇の権藤2番手、外からは5号艇の石渡、6号艇西山4番手に上がって、1号艇吉田、2号艇西橋の順でスタートは正常です。先頭は3号艇の菅、2番手4号艇の権藤にコーナー迫った6号艇の西山、内から5号艇石渡も2番手4号艇権藤が単独上がって、3番手に5号艇の石渡、外に6号艇西山が追走、その後ろは離れまして2号艇西橋、1号艇吉田で西内マークへ向かいます。3号艇菅先頭です。4号艇権藤が2番手、5号艇石渡の外を行く6号艇西山バックスリッチ入ります。3番手5号艇石渡哲平が一定身前、3番4番5番の体型、外から6号艇西山追走、あとは大きく離れて2号艇の西橋、1号艇吉田は最後方です。3号艇の菅先頭です。4号艇の権藤2番手、切り返して内から先前するのは6号艇の西山、それを差し返し図る5号艇の石渡です。3番手内5号艇の石渡、外6号艇西山、この2艇の争い、これから最終周回です。先頭はトップスタートからまくった3号艇の菅文也、4号艇の権藤が2番手、3番手は内5号艇の石渡、牽制しながら回っていく6号艇西山、内をつきますが5号艇石渡再びリードを広げました。上位体系は3番4番5番で最終ターンマークへ向かいます。3,4,5 ですと3連単は 35.5 倍です。先頭3号艇菅がラストターンマークを旋回、4号艇の権藤2番手、5号艇の石渡3番手取り切りまして、上位体系 3,4,5 で第3レース予選競争ゴールです。先頭3番菅が5輪、2番手4番権藤5輪、3番手5番石渡5輪、6番西山、2番西橋、ラストは1番吉田が5輪です。